それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは5月のミラクル、あなたの特別な才能、これから訪れるミラクルな展開についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。今回はオラクルカード、ルノルマンカード、タロットカードを3つ使っていきながら、フォース州というスプレッド展開で見ていきます。まずはこちらのオラクルカード、オラクルオブザセブンエナジーより、今のあなたのテーマ1枚もらっていきます。5月のミラクルというテーマなんですが、これを見た時がタイミングなので、5月ずれてしまっても構いません。これから1ヶ月以内にあなたに訪れる展開、好転することについて見ていきます。まずは今のあなたのテーマになるようなものをもらっていきます。耳を傾けるというカードですね。今あなたが耳を澄まして何かをキャッチしようとしていたりとか、自分の中に入ってくる情報っていうのを心に留めておいている部分、気にかけている部分っていうのがあるかもしれません。耳から入ってきたものが頭の中でどう作用していくのか、これが今のあなたのテーマですね。周りの声に耳を傾ける、自分の心にも耳を傾ける、あなたはそこから何をキャッチするのかっていうのがご自身の今のテーマですね。ここに置いてみていきましょう。ではヨニックパスオラクルからまずは展開していきます。そうですね、お相手からの真実を知りたいっていうようなお気持ちも今現在持ってらっしゃるかもしれません。今回変わったスプレッド展開を使っていきますので、たくさんのカードを使用して展開していくんですが、そのため少しねシャッフルにお時間がかかるかもしれません。まずは出していってしまいましょう。ではオラクルカードの他にタロットも追加して見ていきます。重なって見えづらいかもしれませんが、まずは出していきましょう。あなたが自分自身で起こしていくミラクルなこと、そして周りからもたらされるミラクルなこと、あなたの宿命、そしてアドバイス、最後にもらっていきます。そして続けてノルマンカードからももらっていきます。はい、ノルマンは続けてもらっていきます。はい、で見ていきましょう。少しねごちゃごちゃしてしまったんですが、少しずつ一つずつ見ていきます。まずは上のこの
2枚ですね。こちらから見ていきます。あとは分かりやすいように今まとめますね。このようにして3枚ずつ取ってみていきます。今回はこの3枚を3種類ずつを組み合わせて読んでいきます。はい、で見ていきましょう。こちらがあなたのコンディションっていうところを表す6枚のカードとなります。新しい物事を始めるために準備をしたとか、そのようなことも入ってきます。自分の目標のためにとか、やりたかったことですね。ここでタワーのカードが入っています。破壊と再生っていうカードが他のところにも出てきているので、1番をお選びいただいた方は今自分が新しく生まれ変わる、そんなタイミングがやってきてるんだと思います。新しく目標を設定するとか、新しい生活がスタートする、物事が新しく始まっていく、そんな流れになっていきます。これは今のあなたのコンディションなので、自分で思い描いていることを実現化させていこうっていうようなお気持ちが強くなったり、それは恋愛で言えば好きなお相手に告白をして交際したいとか、仲良くなっていきたい、自分の願望を叶えたいっていう思いが強くなっています。たとえそれが今の関係性を壊すことになったとしても、また新しい関係として紡いでいきたいんだっていうのはね、そういうお気持ちが強くなっていますね。それには自分にとっては苦しいことも経験するだろうっていうことをあらかじめ感じているところもあります。勇気のいる旅立ちになるだろうって、だけど自分はそれを乗り越えて新しい関係性や新しい気持ちでとか、新しい環境でやっていきたいんだっていうね、前向きに取り組んでいきたいっていう気持ちが強く現れています。今あなたが種をまいて、そして実行してっていう一つのサイクルが始まっていく時ですね。そして気持ち的にはとても満たされているお気持ちです。焦っているとか、ね、タワーが出てきているのでどうしようって思っている方もいるかもしれないんですけど、これは自分の中で計画していたっていうのが出てきています。あらかじめ自分の中で覚悟していたことだから、これを乗り越えたらさらに自分は幸せになれるんだっていう思いがあったり、そしてどんなことがあってもね、自分は乗り越えるんだっていうお気持ちもとても強いです。自分の願望を達成させるためには自分の気持ちがまず満たされていることっていうのを強くあなたは考えているので、それで自分が準備してきたりとか、今まで計画してきたことを実行させていく時っていうのもまさに今感じています。新しい始まりっていうのもテーマですね。長いこと考えていた夢、目標、または長く思い続けていた片思いかもしれない。もう苦しみは終わりにして自分で前向きに乗り出していこうっていうようなお気持ちが高まっています。これが今のコンディションやあなたが目指しているものについて、そうですね、カードからのメッセージですね。覚悟しているんじゃないかなと思うんですね。自分がより穏やかでいられるように、より強くなれるようにとか、より健康と幸福で満たされていくためには何かを今変えていかなきゃいけないっていうのもあります。そしてめげずに諦めずに向かっていく、忍耐強く取り組んでいくんだっていうところが出てきていますね。自分の中でもバランスを調整してやっていこうっていうお気持ちも高まっています。全体的な流れなので、恋愛だけではなくてお仕事や夢、目標、生き方そのものかもしれませんね。ライフスタイルがガラッと変わる、環境が変わるとか、または自分で起こしていこう、変えていこうっていうようなお気持ちも強いと思います。何かを待っているじゃなくて、自分から動いていく、働きかけていこうっていう思いが強いのかなと思います。ではこの後、あなたが起こすミラクルについて見ていきましょう。あなたが起こすミラクルはこちらです。ここの6枚で見ていきます。とてもね、いいカードが入っているんですよね。オラクルカード素晴らしいです。ポジティブに自分で物事を動かしていこうっていうようなお気持ち、そして動かすだけではなくて土台をしっかり育んでいきたいんだっていうね、
ところも出てきています。グランディング、育む、穏やかで落ち着いた物事や関係性っていうのをあなたが自分で動かしていく、決めていく、作り上げていきたいんだっていうね、育むですね。前向きに物事を動かしながら作り上げていきたい、新しく始めた上でそのゼロからのスタートで自分がまた一から作り上げていきたいものがある。これがあなたが5月起こすミラクルです。新しい始まりが動き出していく、作り上げられていく、そしてあなたが動いたことによって周りの方々が自然とあなたのもとへ引き寄せられていくんです。人気者になりそうな5月ですね。ありのままの自分でいられる、変化しても自分は自分なんだっていうところは変わらずにいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。そしてこちらですね、アクロバットっていうタイトルついてるんですが、ここ12番すられ人のカードです。ただあなたは動くことによって新しい視点を得ることができる、そのように読むといいんじゃないかなと思うんですね。変化があったからとか、変化を受け入れることができたから、あらかじめ分かっていた、こうなること分かっていて自分で前向きに取り組んでいったから、これから先ミラクルを起こすことにつながっているんです。このタワーがあったからこそ視点が変わることができて、ポジティブに物事を受け取ることができるとかね、自分の心に従うことができるようになったとか、これはあなたが自分で起こしていくミラクルです。何事も前向きにあなたはエネルギーを発し続けていくし、受け取り続けていくことができます。あなたが起こすミラクル。そしてここはバランスも少々ね言われているんですね。何事にもこだわりすぎずに自然体のままでいられる、自然とつながっていくっていうカードなんです。さまざまな変化っていうのがここコンディションのところで出てきていたので、準備するだけではなくて物事はもうすでに動き始めているんだ、自分の希望に向かってっていうね、その流れからここタワーですね、大きな変化、革命を起こすようなことまでね、上り詰めていった、エネルギーを高めていったっていうところから、今度はあなたが起こしていくミラクルっていうのは、この自分の考えていることを行動に移して、本当の自分は何をしたいのかとか、そういうところまでたどり着くことができる。つまりはあなたが今考えていることを実行することによって、穏やかな気持ちだったり前向きな気持ち、より今よりも幸福感に満たされているような状態を呼び起こすことができるです。ここには自然が大きく関わっているので、自然に向き合うような、自然に触れ合うような場所もおすすめだと思います。視点が変わるですね。ここは自分で視点を変えていくっていうことです。あなたが起こすミラクルだから、時にはこうやっぱりここにねタワーが出ている通り、計画していたことです、想像、予想していたこと、タワーは予期せぬ出来事を表すんですけど、でも今回はあなたが自分で予期している出来事だと思うんです。自分で起こそうと思っている革命、変化だったりとか、これから大きな変化が訪れるだろうっていう予感をしていて、それに向けて準備していたりとか、前向きに捉えている、この変化があったからこそ視点を変えることができたとか、もっとより前向きになれるとか、強く忍耐強く取り組んでいけるとか、そのようなところに流れていきます。その後ですね、ここのルノルマンカードもやはり同じようなことを教えてきてくれてるんですね。願望成就を表すライダーのカードって、自分で動いていくからこそ願いをつかみ取ることができるっていうカード、そして無知のカードも入っています。より情熱的になっていけるようにとか、より前向きになれるように、自分で自分自身を持ち上げて動かしていく力をあなたは身につけていくんですよね。あなたがミラクルを起こすために今必要なのは動きです。自分の行動力や気持ちの情熱っていうところを自分自身が作り上げていくんですね。なるべく早く目的を達成したい、叶えたいことがある、ね、この変化に対応していきたいっていうところが強く出てきてるんだと思います。決して困ることはないですね。周りの人も自然に集まってくるので、応援してくれる人がいますし、逆にね、
離れてしまう人もいるかもしれない。でもそれはそれなんだっていうふうにあなたの中で割り切ることがちゃんとできるから、尾を引かないっていうね、自分が人間関係に対して尾を引かずにいられるので、ありのままの自分で、ありのままの自分を愛してくれる人だけを大切にしようっていうようなお気持ちでいられるから、変なストレスとかっていうのはかからないと思います。自分で起こす、誰かに連絡を取るっていうこともあるかもしれない。過去の知り合い、昔交流のあった方かもしれないし、共通点がある方かもしれないし、長いことずっとね思い続けてきたあの人かもしれません。その方とのやり取りを積極的に働きかけていくっていうような流れになっていきますね。あなたが動くことでミラクルを生み出すことができる。それでは周りからもたらされるミラクルっていうのはどういうことがあるのかなっていうのはこちらの3枚で出てきています。周りからここ芝のカードで破壊と再生を表すカードが出てきてるんです。あなたが自分で動かすこと以外にもたらされるものとしても新しくサイクルが始まっていくよっていうふうに言われているんです。なので転換期の方が多いんじゃないかなと思うんです。この5月を境にして新しい物事が始まっていく、流れがガラッと切り替わるとか、そして周りからもたらされることとしてルールや他人の言葉にあなたが縛られなくなるようになるんです。これが周りからもたらされるミラクルですね。一番大きなことだと思います。そして周りの方々があなたを頼りにして集まってくる、これもありますね。周りの方々があなたに助けを求めてくるんですね。注目が集まると思います。もともと人前に立って働いてらっしゃる方、活動されている方っていうのはあなたのエネルギーがより高まっていきます。サイクルが切り替わってもあなたのエネルギーは消えることはありません。そして周りの方々の頼りになれるようにっていう風にあなたもね気を使っていきながら、周りの声に耳を傾けていきながらやっていくことができます。周りの方々とあなたがうまく馴染んでいって破壊と再生が行われていくんじゃないかと思うんです。新しい人間関係の構築がされたり、流れがもうすでに全然変わっていくような流れになっていくので、今までの考え方が変わる、価値観が変わって、そういう見方もあるんだとか、そういう価値観でやっていきたい、新しい流れに乗っていきたいというような思いが強くなります。またはそのように自分でも動きたいっていう風になってきますから、あなたの動きが周りの方々に大きな影響を与えると思うんですね。はい、そして周りの方々からもたらされることっていうのは信頼と健康です。健康っていうのは心、体、このどちらもの健康を周りの方々があなたへもたらしてくれるでしょう。一つ言えるのは大きな切り替わりがあるので、例えば健康状態があまり良くなかったって人でも、ここで切り替わって回復していく傾向になっていきます。もしくは信頼関係っていうのもあります。周りとの信頼関係を新しく構築していく、何か崩れるような人間関係があったとしても、そこにあなたはこだわらないっていうようなことになってくるので、今までとらわれていた、こうしなきゃいけないんだとか、こうじゃなきゃいけないって自分自身で設けていたルールだったり、あと世間一般的にこうだよねって言われてること、または好きな人や誰かに言われていたこの言葉、とらわれていた言葉にとらわれなくなるようになるっていうのが出てきています。新しい関係性を育んでいく方もいるかもしれない、ね、そして自分自身でも決めていけるようになるんです。あなただけが暴走するのではなくて、周りと調和をとっていきながら破壊と再生が行われていきます。決して苦しいっていうふうに感じません。なぜだったら、あなた自身が行動を起こすミラクルのところに前向きなカードがたくさん出ているからだし、今のコンディションも前向きなんですね。確かにタワーは出ているし、芝、破壊と再生出ているんですが、これがあることによってあなたはより変わっていくんだよっていうことがその他のカードで言われているんですね。
自分が何かあったから動けない、困った、どうしよう、周りから助けが欲しいではなくて、自分自身が変えていくんだっていう強い信念と気持ち、そしてそれを協力してくれる周りの方々とのご縁っていうのがあるからこそ、新しい意味で、美しい意味で破壊と再生が行われていきます。変容ですね。美しく生まれ変わるというふうにイメージしてください。かなりね、転換期を迎える方多いんじゃないかなと思います。そしてこちらがあなたの宿命ですね。宿命、今現在宿命としてこのカードから伝わってくることっていうのが、まず学びと切り替えっていうのが大きなテーマとして入っています。そして今までのね、流れを見ていくと、転換期なのでそれに合わせてあなたの気持ちも切り替わっていく、気持ちだけじゃなくて状況も変わっていくと思います。自らが進んで断捨離するような気持ちで、綺麗にしたい、自分の心をさっぱりしたいとか、身辺を整理してシンプルにしていきたいって思うのかもしれません。願って動くのかなと思います、こう見ていくとね。そしてさらに新しいことを学んでいきたいっていうのがあるから、心をまず落ち着かせて整理して、もう自分の中で今の自分にはこれはもう必要ない、持っていなくても大丈夫っていうものを手放して、新しく手に入れたいものを手に入れようっていうようなね、お気持ちが強くなってくると思います。これが今の宿命。そしてコントロールすることっていうのがここ入ってきています。かなりこう楽になっていけるんですね、この5月を境に。そして自分の望む人生を手に入れるために、自分自身の人生を自分がコントロールするんだっていうところにあなたは気がつくのかもしれません。この3枚が宿命を表すカードです。今まで誰かに縛られていた、囚われていた、社会のルールとはとか会社のルールとはっていうところをきっちりと守らなきゃいけないって思っていて、苦しんでいたところもあったと思います。このルールがあるから、この枠からはみ出していかない方がいいよなって自分で決めていたところから、あなたは自分の心に従ってはみ出していきたいって思うようになるんです。はみ出すことイコール悪ではないっていうふうにね、自分の中で思える、感じられると思うんですね。だから今まで窮屈な思いをしてきた方っていうのは、ありのままの自分の心に従って動いていけるようになりますね。だから浅い関係性で片思いをしている方っていうのは、こういう立場だからとか、こうこうこうだからっていう理由をつけていて諦めていたんだけど、やっぱり自分の心としては仲良くなっていきたいし、なんだったらこう交際まで発展させていきたいっていう思いがある、だからこうだからああだからっていうところから自分自身外していくんですね、枠を外して自分で動いていくんですね。そしてたくさんのことを吸収しましょう、今この時期に入ってきてますよっていうことも教えてきてくれています。何も無理することはありません。あなた自身が自然と学びたい、吸収したいっていうふうに思うんです。息を吸って吐くのと同じような感覚で、自分の中で吸い込んで新しいものを吸収して、そしてもう不要なもの、もう今の自分の体には必要じゃないもの、十分と味わったものに関しては感謝の気持ちを込めて吐き出していくんです。そしてまた新しいことを吸い込んでいく、この吸う吐くっていうね、この一連のやり取りっていうのを、あなたはここ宿命で今入ってるから、まずこれをテーマにしてください。そして冒頭でお話ししていたこちらのカードですね、耳を傾けるっていうカード、これも合わせてテーマとしてご覧いただくといいかなと思います。自分自身が息を吸う、呼吸することと同じように、自然体で何かを手放して何かを取り込む、これは一体どういうものなんだろう、何なんだろうっていうことをまず着目してみてください。自分の生き方かもしれない、誰かと紡ぐ物語かもしれないし、自分自身の恋愛とかね、お仕事とか自分に関わることや、または周りの人々、ご家族とかお友達を交えて自分の人生とはっていうところまで行き着く方もいるかもしれない。あなたが耳を傾けること、周りの人が必ず関わってきます。自分一人で決めて自分で動いていってとか、自分の中の課題っていうわけではなくて、誰かのために何かをしたいとか、誰かとこうなりたいとかね、誰かっていう
相手っていうのが必ず出てくると思うんです。好きなお相手がいなかったとしても、あなたを頼りにして集まってくる方がすごくたくさんいるので、その方々の声を聞くっていうのがアドバイスとしても入っています。周りの方々の声を聞いて、そこでインスパイアされることもあると思う。ひらめくこと、なるほどって、この意見を採用してこのように動いていこうっていうふうに自分で思いつくのかもしれない。心のままにっていうふうに出てきていますね。本当に自然と、意識しなくても自然と断捨離していけるので、ここはこの自分の心の声に従って動いてみてください。新しい事業を始める、新しい物事に着手するんだったら、この5月を境目にして取り組んでいかれるといいと思います。そしてこちらが最後、アドバイスカードですね。活動的なエネルギーを手に入れることということと、あとそれだけではなくて、行動と休息両方のバランスを取る、つまりはコントロールすることにつながっていきます。動く力だけではなくて休む時も必要です。その両方あってこそ自分の人生のコントロールにつながっていきます。アドバイスカード、いろいろなことがやってくるでしょう。自分では予期していなかったこともあると思うし、もうすでにね、この大きなタワーっていうのをあなたは予感しているので、それよりも大きくないことが次々やってくる。大きな転換期を迎えるだろうって自分で予感してるんだけど、思っても見ない小さなことがちょこちょこっとやってくるので、それで対処しなきゃっていうふうに思う。でも焦らないです、焦らないですよ。うん、ちゃんと周りと協力しながら乗り越えていくとか、誰かと話し合って進めていくっていうことができていくので、そこはね、安心してください。なんかね、こう予定外のことがスケジュールが入ってきたとしても、うまく対処していけます。あとはこの大きな課題について自分で乗り越えていく自信と情熱と行動力、これを備えていきましょうっていうアドバイスが入ってるんですね。野生的になりましょうって。確かに自然体で落ち着いて平和を好むような傾向が今まで出てきていました。そしてそのあなたに転換期が訪れていて、これも自分の中で予感しているから、自分の中で余裕がまだあるんですよね。で、こんなに大きなタワーが出てきてるんですけど、でも余裕はあるんです。周りの協力もあるし、ちゃんと対処していけるので、大丈夫って、自分が思っていた変化ってこれだったんだっていうふうにちゃんとすぐに感じ取ることができる。大丈夫ですよ。そしてこれを乗り切るだけの力があなたにはあるっていうことを感じてくださいねっていうアドバイスでもあります。今なかなか動けないとか、縛られている束縛感を感じるとか、多分それは枠組みですね。ルール、こういうことを昔から言われてきてるとからとかね、こうこうこうするのは良くないよとか、これはダメなんだろうなって自分の中でなんとなく分かってること、周りはこう思ってるからとか、社会的に見たらこうだからとか、そういうところの枠から抜けていくための勇気、情熱、行動力っていうところが今必要です。あなた自身ももうすでに予感してるんじゃないかな。今の関係性を変えていくんだったらとか、今自分の人生を変えるんだったら行動するべきだっていうふうに思っているところがあると思います。時にはいろんな作戦を練ったりとか、方法を使ったり手段を使ったりしながら、あなたは自分の目標を達成させていくんだって、掴み取りましょうっていうのが強く出てるんですね。アドバイスで受け取るんじゃなくて、自分から動いて掴み取っていくんだっていうのが出てきています。なのでそのために、今何かを掴み取るためにね、最終的なゴールへ向かうために今準備していますっていう方も多いと思う。船出に出る今準備をしている、心の準備だったり荷造りだったりとか、そういうとこ準備をしている最中で、これからまさにこの5月を過ぎたあたりから自分で新しい人生の旅立ちを迎えようとしているっていう風に、ね、出てきているんですね。それは突然やってくるんじゃなくて、あなたがもともと準備していたことなんです。本当は声を出して叫びたかったことがある。でも社会的に見たらそれは批判されるからとか、非難されるからとかっていう理由でこらえていたこと、我慢してきたことがあると思うんです。それはこれから先あなたが動いていくことによって、大丈夫、自分で掴み取っていけば変われるんだっていうふうに感じるだろうし、また
あなた自身の心も体も回復して健康体を保てるようになっていくので、あの不調な方はね、不調だったよっていう方はメンタルとかも強くなって、自分で掴みたいっていうような思いが強くなります。吸収したい。そして呼吸って自然と皆さんできていますよね。ほとんどの方が意識しなくても呼吸できていると思うんです。だから自然と意識しなくても、だんだんと自然体にいつもやっている通りにあなたが行っていけるようになるんですね。自分の人生を新しく作り出していくこと、そこから基礎基盤を固めていって、そして落ち着いた気持ちで物事に取り組んでいく、乗り越えていくんですよ。破壊と再生が訪れるんですが、のちゃんとね、自然体のあなたのままでこれを迎え入れる準備はもうすでにできているよっていう風に出てきています。だから周りの方々から見たら、これから大変だねって言われたりとかね、革命が訪れた時に、なんかね、こう変わること怖いと思わないとか、辛そうだねっていう風に見える方も中にはいるかもしれない。だってあなたは枠からはみ出ようとしてるから。だからその枠の中だけで生きようとしている方々から見ると、あなたって大丈夫、なんか辛くないとかって言われるかもしれないけど、多分気持ちや心体っていうところはあなたは平気大丈夫って、枠を超えたいっていう思いの方が強いから、それに耐えうるだけの強さっていうのを体もね、しっかりと整っていますからね、自分から動いていくことによってミラクルが起きる。そして周りからもたらされるミラクルっていうのも、新しい生き方を始めるきっかけをくれることなんですね。そのことによって自分自身の人生をコントロールすることができる。はい、このように入っています。アドバイスとしては1点だけ、活動的になることっていうのもすごく大事だけど、行動することと休憩すること、両方のバランスはとってねってことです。この呼吸のコントロールのように、吸って吐いてが同じぐらいのバランスになるようにっていうことだけ意識してくださいっていうアドバイスが入っていました。新しい学びや経験を積む方もいると思うんですね。自分の枠を超えて新しいことにチャレンジするとか、そうですね、今までいた場所から離れて、だから引っ越しや移動とか、新しい場所、新しい環境へ自らが進んでいって、気持ちも切り替えていってね、新しい場所でやっていくんだっていう、そういうお気持ちが高くなっていくと思います。そして願ったことは必ず自分の手で掴み取っていきましょう。願望成就のカードも入っていますし、これ旅立ちは幸先の良いスタートを迎えることができますですね。ではアドバイスカードももらっていきましょう。ではではこちらからもらっていきます。よりあなたが自分でミラクルを起こしやすくなるためにとか、これからのあなたの、宿命というか、呼吸をコントロールすることっていうね、人生をコントロールすることにつながるっていう宿命に対してのアドバイスだったりもします。より豊かになっていくためのアドバイスもらっていきましょう。はい、まず1枚ね、こちらからもらっていきます。パーフェクトハーモニーですね。まずこの完璧なハーモニーというのは、あなたが奏でること、そしてこのね、聞くっていうこともそうですよね。この完璧なハーモニーっていうのは、周りとの調和なんです。好きなお相手と気持ち体もちょうど良いバランスが取れていくよっていう風に言われてるんですね。あなたが今気にしている対象の事柄だと思います。自分自身について悩んでいるっていう方は、自分の心の中の自分と今外側で見えている自分の気持ち、魂が一致していく。そして好きなお相手がいるという方は、好きな相手との関係性が調和されていくっていうことだと思います。または好きな方ではなくて、自分の夢目標で見ている方っていうのは、夢目標とあなたが一致していく完璧なハーモニーを織りなすタイミングが今やってきている。ではということは、つまりということで、聞くだけではなくて自分からも奏でていく必要がありますよね。そして和音のように2つの音が重なり合って美しいハーモニーを奏でていきましょうっていうアドバイスだから、聞く、
そしてその後に自分で奏でて、周りとの音、好きなお相手や自分の心の中の自分とのね調和、測っていきましょうっていうね、そんなアドバイスです。聞くだけではないよって、聞いた後からあなたも音を発していくんだよっていう、そんな流れです。こういう順番ですね。はい、今は耳を傾けて何かを必死にこう情報を、ね、手に入れようと吸い込もうとしているような状態。そしてこっちが吐き出すことですね。吸うと吐く両方揃ってうまくバランスが取れていくっていう流れになっていくので、まず今は、吸収しよう、吸い込もうっていう状態ですね。その後に必ず吐き出すっていう作業を行ってください。あ、ニュービギニンズ、新しい始まりですね。新しい扉も目の前にあります。さあワクワクしてこの扉を開けてくぐってください。新しいスタートを始めていきましょう。まさにね、本当に始まりっていう風にね、全体的に入ってきていますね。そしてラッキーアクションとしては、実際に部屋のとか家のでもいいです。扉をくぐること、窓を開けて外の空気を吸い込むことでもいいです。あと深呼吸をすることですね。呼吸っていうのが入ってくるので、ゆっくりと呼吸したりとか、あとあなたが、例えば今ねペースを早めたいなとか、達成までもっとペースを早めていきたいなっていう時は、運動したり軽い運動をして息を弾ませてみたりとか、この呼吸っていうのがだいぶ関わってくると思います。いや今はね落ち着いてゆっくりしたい、まず一呼吸を置こうっていう時は、ゆっくり深呼吸をして自分自身の中対面して、自分自身の心の中と対話して、今の自分どう思ってるのかなっていうところに目を向けるとか、自分自身でコントロールしていきましょう。まさに新しい始まりですね。そしてクンチャイと、いつもそばにいるよっていうカードが出てきました。素晴らしい。で、そしてこちらのカラー、カードのカラーをラッキーカラーとしてもらっていってください。美しいピンク色ですね。はい、そしてクンチャイとのカード、キーワードは知恵、保護、そして高次元とのつながりです。あなたは感受性豊かでとっても優しい人です。だからこそ周りを気遣う姿っていうのも見えます。今までありのままの自分をさらけ出すのが怖いとか、相手に見せるのが怖いとか、どうしようっていうふうに思っていた方もいると思う。だからルールに縛られていたりとか、この枠から出たらいけないっていうふうに教わっていたから抜け出せないとかね、こうじゃなきゃいけないんじゃないかっていうところから、なかなか変えていけなかった、流れに乗っていけなかったっていうところもあったと思います。だけどあなたは優しいだけではなくて、現状を変えていく情熱も同時に持ち合わせているんです。たくましさもありますよ。はい、そして困っている人を見たら助けないわけにはいかないでしょう。私がしっかりしなくちゃと気を引き締めるのはあなたの日常になっているのかもしれない。でも今はリラックスすることが求められています。誰かに頼ること、甘えること、気の置けない仲間との何気ない会話など、目に見える成果や効率、生産性以外にあなたらしく生きていくために大切なことがあるのです。このカードは幸せな恋愛や結婚を無意識に避けている可能性を示唆しています。私は幸せな恋愛がしたい、結婚願望があるということを認めてあげましょう。まずは理想のパートナーを招き入れるための心の扉を開けてください。このカードはパートナーシップや人間関係を表すカードです。あなたは自分でも気がついていないかもしれませんが、誰かとの調和っていうところで、特に恋愛パートナー、生涯のパートナーを求めているところがあったかもしれないですね。心の中では受け入れられない、もう自分には無理なんじゃないか、現れないんじゃないかとか、今好きな人との関係性はいずれは破綻していくんじゃないかっていうような恐れもあったかもしれない。ですがあなたはありのままの自分を打ち出していくことで、この調和っていうことをね、奏でるっていうところができるようになっていきます。周りのことを気にかけるだけじゃなくて、自分のことを大切にする気持ちがここで芽生えていくから、変わっていくからね、現状や気持ちが大きく変わっていくので、
この変わった後にどうなるのかって言ったら、調和が取れるようになるって、あのパートナーと同じ音というか和音のような感じですね。美しい音を奏でていくことができるんです。足並みを揃えて、2人が奏でる音っていうのはそれぞれ違う高さの音かもしれないんだけど、この2つの音が混ざり合って美しい音になるんですね。この混ざり合った美しいっていうのが、今あなたが心の中で本当に求めていることなのかもしれません。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。もうね、チェンジっていう風に書かれている通り、やはり変化、変わるんですよね。永遠に変わらないものはないということをあなたはもうすでに知っていると思います。あなたが現状を変えたいと思った時が好転のサインです。良い変化をもたらすためにあなた自身が行動を起こしましょう。あなたは直感力に優れている方なんじゃないかなと私は思ったんですね、感じたんです。確かに変化を表すようなカードが何枚か出てきていたんですけど、その変化を乗り越える力を持ってるだけではなくて、予測する力も持ってるんじゃないかなと思ったんですね。このカードもチェンジのカードなんですけど、予期しなかった、周りの人から見たらびっくりするようなこととか予期していなかったことに見えるかもしれないけど、あなたはもうすでに感じ取っているところがあるんじゃないかな。準備万端ですっていうのが出てきていますから、まさに今年何かを始めようっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うし、あと例えばこれ、今これ恋愛のカードが出ていたので、今年結婚したいとか、今年は好きな人と結ばれたいとか、そのように恋愛において強く感じている方も多いと思います。またはこれは家族愛かもしれないですね。自分にとっての大事なパートナーっていうのは家族なんだと、自分の子供なんだとかね、またはもうすでに結婚していて、パートナーが今自分の人生における調和を取るための相手なんだっていう風に感じてる、自分の愛すべき存在なんだっていうね、それがご家族っていう対象なのかもしれないし、あなたの今愛情を傾けているものっていうことに対してうまくハーモニーを奏でることができますからねっていう風に言われています。これがアドバイスカードですね。この3枚です。さあ、もう始まりは目の前までやってきています。くぐりますか、くぐりませんかではなくて、あなたはこのゲートをもうすでにくぐるんですね。もうこれはもう決められています。さあ、始めていきましょう。奏でていきましょう。そばにいてくれる愛すべき存在もいます。今この変化の波に乗って新しく呼吸法を身につけていきましょう。今回は5月のミラクル、あなたは特別、あなたが持っている特別な才能とこれから起こる展開について見ていきました。特に2024年5月は大きな変化を迎えるタイミングでもあります。ここを境にしていろんな変化がそれぞれの方に訪れてくると思うので、このテーマを今回取り上げたんですが、1番をお選びいただいた方、まさしく変化の時、自分自身の価値観が変わるような大きな変化、そして周りからもたらされるミラクルというよりは自分で起こしていく方がとても強く効いてきます。なので今思い描いていることをぜひ実行してみてください。アイディアを実行するときです。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは5月のミラクル、あなたが持っている特別な才能、そしてこれから訪れるミラクルな展開について見ていきます。カードからのメッセージをお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、では今回はホースシューというスプレッド展開を使っていくんですが、ここはオラクルカード、タロットカード、ルノルマンカードを3種類使って組み合わせて見ていきます。まずはこちらのオラクルオブザセブンエナジーより、今現在のあなたのテーマをもらっていきます。1枚出していきます。
い、1枚出していきます。スモーク&ミラー、今こうモヤモヤしていたりとか、真実を見ようとしていたりとか、鏡がモヤモヤしていますよね。煙が出ているというか、霧が出ているというか、こう少しここからモヤが出てきていて、自分自身でも変わっていきたいんだけどとか、結果をつかみたいんだけどうまくつかめないとか、煙に包まれていてはっきりと見えていない、クリアになっていないっていうのが出てきていますね。そして鏡が曇っていて見えないっていうことだから、自分自身の感情がまだ見えていないとか、相手の感情が見えない、知りたいとかね、そういうことも出てきてるかなと思うんですね。答えがはっきりと出てきていない、こう何かね、今の自分探しというか、そうですね、自分の心または相手の心をクリアにしていきたいっていうような、まだこう不確かなっていうのが入ってくるので、これが今あなたが考えていることやテーマとして掲げていることを、テーマとして掲げているというか、ね、そうですよね、今強く思っていることなんじゃないかなと思いますね。ではこちらのヨギックパス、オラクルカードかな、ホースシューという展開を使って、スプレッドを使って見ていきます。もう少し切っていきますね。あなたが自分で起こしていくミラクルもそうですし、周りからもたらされるものっていうのも見ていきます。そしてあなたの宿命やアドバイスももらっていきます。はこちらの7枚を出していって、そしてその後に、タロットルノルマンを使ってまた出していきますね。少し見えづらいかもしれないんですが、こちらで見ていきましょう。ではここに合わせてタロットカードで重ねて見ていきます。オラクルカードではチャクラのカードが2枚出てきていました。ハートチャクラとクラウンチャクラです。これは後で説明していきますね。はい、そしてオラクルカード、タロットカードも合わせて見ていきます。ただその今かなりこう苦しいなとか低迷しているなっていうのが伝わってきています。まさにこちらのオラクルカードでも出ている通り、モヤモヤしているとか見えないっていうのが出てきてるんですけど、これから先変わっていくこと、訪れてくることとしても、はっきりとしてくる、クリアになっていく、より良い方向へ流れていくっていうのがここのオラクルカードで出てきているので、じゃあどうすればいいのかとか、そういうところも見ていきましょう。はい、そしてノルマンカードも足していきます。ノルマンカードは連続でもらっていきます。はい、これですね。では早速見ていきましょう。と少し見えやすいように形を変えていきます。まず今現在のあなたのコンディションだったり、状態っていうところを見ていくんですね。カードは分かりやすいようにまとめて
整理しておきますね。そうですね、今混沌としていて、あなた自身が自分の中にまさに宿命というべきか、自分はこうなんじゃないかっていうふうに強く感じていることが今現在あるんじゃないかなというふうに出てきています。今までの自分の行いっていうのを振り返っていて、自分だけじゃないかもしれないですね。気になる真実が見えない相手とか出来事のことかもしれません。今までのことを振り返っていて、なぜ見えなくなってしまったんだろうとか、またはなんでこの人はこのように見せてくれないんだろうとか、そのなんかね、溜まってるっていうのが入ってます。蓄積されている、蓄積されているというのは、あなたのモヤモヤが蓄積されているように感じたんですね。ここはこうじゃなきゃいけないっていうふうに自分自身で強く考えているのかもしれないし、または自分自身の中で答えが出ないっていう方は、自分の中で今までの自分を振り返っていて、この時ああすればよかった、こうすればよかったっていうね、後悔の思いが強く今積み重なっているんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。そしてこちらのカードも、あなた自身が今不安定だっていうのを表しているんですね。変化するのを恐れているっていうのが入っています。なんかね、見えなくて真実知りたいんだけど知るのが怖いなとか、または自分の方から明らかにしていく、自分を自己開示していくっていうことがしづらい、できないっていうふうに、もう固くそこからね閉じこもっていて、なかなか蓋を開けられない、そんな世界の中にいるように感じたんですね。本当は自分の気持ち開いて、心開いてオープンにして、やりたいことやっていきたいし、希望っていうのも自分の心の中にあるから、その希望の通りに希望だけ見てやっていきたいんだけど、なかなかこうクリアになっていかないものだから、なんか先が見えないとかね、相手の気持ちが見えないとかあるから、すごく自立もなんですよね。小さなことが積もり積もっていって、自分自身を責めてしまっているような方もいるでしょうし、そのお相手に対してね、どうしてなんだろうっていう思いが強くね重なってしまっている方もいると思います。なんとかしたいって思ってるんだけど、変化っていうのを受け取りづらい、受けづらい、変化、変わるのが怖いとか、変わるんだろうかっていう疑問を抱いていたりとか、そもそももう変わらないんじゃないとか、これは永遠にずっと続いていくんじゃないかとか、そういう混沌とした中に今いるっていうのが入ってきています。ただそう思う一方で、そうじゃなくなってほしいっていう思いも両方持っているんですよね。絶対変わらないっていうような否定してしまう気持ちと、いやいやいや変わってほしいって、自分にも明るい未来が訪れてほしいしって、誰かに愛されたい、愛したいとか、恋愛感情だけじゃなくてね、自分にとって成功というものを掴んでいきたい、望みを達成したい、叶えたい、そんな思いもあるんです。いやー、この願いは叶わないんじゃないかっていう否定する部分と、いやー叶ってほしいって思う部分と、両方ある感じなんですよね。ただ全面的に今出てきているのは、マイナスな方向というか不安定な状態っていうのが、大きく表面を覆っているような感じ。その表面のモヤモヤの中、本当の中の核心のところを見ていくと、希望、キラキラしたものが自分の心の中にある。でもこのキラキラを持っていることすら、あなたは今否定したいようなお気持ちでいっぱいなのかもしれない。否定したい、もしくは不安、いやそんなことできるわけないよとか、叶うわけないとか、自信がないとかね、そういうふうに覆ってしまってるんですね。この本当の望みとか希望っていうところに対して、本当はこの連鎖を断ち切って新しい流れを作り出していきたいんだけど、流れに乗っていけるのかなとか、流れを変えていけるのかなとか、そういうことの方が勝っちゃってるような状態ですね。それが今のコンディションとしてここに出てきています。本当はもうね、区切って終わらせなきゃいけない、負の連鎖を断ち切るとか、あとはこのモヤモヤしてるものだったら、綺麗に鏡を掃除してクリアにしていけばいいっていうことは分かってるんだけど、それがなかなかできないっていうようなね、今の状況っていうのが出てきています。なんか達成させたい思いとか、つながりたい気持ち、願望っていうのもあると思うんですね。あなたの中での夢、
新しい世界への始まりっていうところを思い描いているところがある。でも自分にはそれができないんじゃないかなっていうところの思いが強くなっているように感じました。ではその後ね、どんどんと見ていきましょう。あなたが自分で起こすミラクルってじゃあ何っていうところをもらっていきます。それはこちらのカードとここのカードからもらっていくんですね。ではその他のカードは一旦この端に寄せておいて見ていきましょう。あなたが自分で起こすこと、まずその負の連鎖を断ち切りましょうっていうのが出てきています。区切りをつけることとか気分転換をすることっていうのが分かりやすいかなと思いますね。この2枚ですね。まず自分自身で生み出す力を持ちましょう。種まきをする、新しいサイクルが始まっていくんだ。負の連鎖を断ち切って、自分の中で自分自身で戦ってるんですよね。あなたは誰かと戦うっていう方もいるかもしれないんですけど、何よりもまず自分自身の中で葛藤とか戦いっていうのが入ってきます。こんな自分は嫌だから、こんな自分から抜け出して自信のある明るい自分になっていきたいとか、そのような世界を作り出していきたい、いやいやでもこんな自分じゃっていう、その両方で葛藤しているような、せめぎ合って戦っているような心の中のバランスっていうのが見えてきているので、まずそのいやいやでもでもっていうところからそれを断ち切って明るい未来を目指していけるような、そんな土台作りをしていきましょうっていうのがあなたが起こすミラクルですね。自分で起こしていきましょうっていうふうに言われています。そして真実を見る力、真実と向き合う勇気を持ちましょうっていうふうに言われてるんです。鏡をきれいにして、どんな未来かわからない、どんな未来というか鏡に映った自分がどんな姿かわからないけど、とか相手の鏡がクリアになった時に相手の本当の気持ちがどんなところにあるかっていうのは今は分からなくて、はっきりさせた後に見るの怖いじゃないですか、ね、怖い気持ちと期待する気持ちと両方あって、でもその両方を受け入れて見る勇気をつけましょうっていうふうにここで言われてるんですね。自分自身と向き合って真実を見る勇気を持つ、そして自分の中で気づきを得ることができたらそれを生活に取り込んでいきましょうっていうのがメッセージとして入っているので、この2点があなたがこれから起こすミラクルです。5月をきっかけにあなたが自分自身で掴み取っていくことですね。自分自身に打ち勝っていくこと、負のエネルギー連鎖を断ち切って自分に打ち勝つことっていうのが入ってきています。あなたはこれから自分の力を持って何でもやっていけるんだっていう可能性の方にかける、それがあなたが今生み出すことです。変えたい、今の自分じゃ嫌だ、見えないままの世界でいた方が自分自身傷つかなくて済むんじゃないかっていうところから、いやここははっきりとクリアにして自分で勇気を持ってそこを踏み出して、もやもやした関係性とか思いから抜け出していくんだっていうね、そういう行動を起こしていくっていうところがあなたが起こすミラクルです。ミラクルは起きます、起きますよ、あなたが起こすんですよっていうふうに出てるんですよ。今あなたの中で持てるだけのものをすべて持ってやりきるんだっていう気持ちで取り組んでくださいっていうふうに出てますね。覚悟を決めて勇気を持って変えましょう、そうすると変わっていく、これがあなたが自分で起こすことですね。行動すること、まさに今の自分に打ち勝つこと、そして新しい可能性にかけることっていうのが入っていますね。もし一人で乗り越えられない、どうしようって思った時はここ人脈を表すカードが出てるので、周りの人に助けを求めてください。頼りになる人でもいいし、新しく出会った方や人脈が広がっていくっていうのが現れているので、広がった先でご縁があるかもしれない、またはこれはデートを表すカードでもあるから、好きなお相手とデートすることではっきりと見えてくることもあるかもしれないよっていうふうに出てきてるんですね。あなた自身がお誘いすることっていうのもポイントです。これは自分から起こすアクションだから、自分で幸運をつかみ取るためにどう動けばいいのかっていうことを教えてきてくれてるんですね。
あなた自身が人脈を広げる、交友の幅を広げるとか、好きなお相手にデートの申し込みをする、積極的に話しかけに行くっていうアプローチですね。そこからご縁を育んでいくことっていうのが、あなたが今自分でできる、起こしていくミラクルです。はい、可能性はすごくたくさんここに眠ってるんですよ。あとはあなたがどう使いこなしていくかだよっていうふうに入っています。ちゃんと使えますからね。そしてその後を見ていきましょう。あなたの自分自身の宿命っていうところですね。自分の宿命はじゃあ一体何なのかっていうところ、そしてあと周りからもたらされるミラクルっていうところも見ていきます。周りからもたらされるミラクルっていうのはこちらのカードですね。これはハートチャクラのカードなんですよ。つまりはあなた自身の心がオープンになるような出来事が周りからもたらされる。ハートというのはコミュニケーションや愛情、人間関係、対人関係を表す部分なので、今ここに対してこのようにね、ブロックがかかってるんじゃないかなというふうに感じたんですね。対人関係で悩んでいますとか、自分自身素直になれていませんとか、あとブロックかかってるような状態なので、うまくコミュニケーションが取れないとか、好きなお相手とうまくいきません、愛情表現ができていませんっていう方も多いと思うんです。または愛情を感じられない、向こうからの愛情を感じることができないとかね、見えない、モヤモヤしている、本当は何を考えてるんだろう、私だけじゃないのかなとか、私のことどう思ってるんだろう、そんなモヤモヤ、真実を見ることができないところから抜け出すことによって、周りからまたは好きなお相手からの愛情をしっかりと受け取ることができます。そしてコミュニケーションができるように、今以上にね、円滑になっていきますよっていうのが現れているんです。それをぜひ受け取ってください。思いやり、愛情、優しさっていうところですね。好きなお相手だけじゃなくて、周りの人からの優しさを受け取るときっていうのが出てきています。この5月以降ですね。リアタイでご覧になっている方は、タイトル通り5月に起きるミラクルだから、今月訪れるミラクルとして受け取っていただきたいです。そして今これを見たのがもう5月過ぎちゃったよっていう人は、その見た時がタイミングなので、見た瞬間から1ヶ月以内の出来事としていただいてください。もう苦しかったことが終わって動き出すんだよっていう風に出てきています。停滞していたのかなという風に出てますね。周りとの関係、好きなお相手、ご家族とか、あなたが今周りっていうことに対してピンとくる相手、あの人っていうことで、あの人との関係が止まっていて、うまくスムーズに流れていかなかったんだってね。そしてその絵があなた自身のモヤモヤの原因になっていたんじゃないかな。または好きなお相手じゃなくて、自分自身が自分に対して優しくなれなかったとか、自分自身に勇気が持てない、自信が持てない、認めてあげられなかったっていうね、そのギュッと詰まった心が解放されていくんです。もうね、ここで止まっているのは終わりだよっていうふうにね、小休止のカードが終わって、今度はハートが開かれていくんです。今までは自分の中に閉じこもっていたいとか、自分の中でこれでいいやと思ってて、納得していてやっていた部分もあったかもしれないですね。見て見ぬふりというか、その本当はこうモヤモヤしていて、モヤモヤの中のこの真ん中の部分、自分の本当の気持ち、心の声っていうところに見ないようにしていたところがあったかもしれない。だって見ない方が傷つかなくて済むから、真実を知らない方が幸せだって思うようなところが実はあったから、だからあえて進まないようにしていたんだとか、自分の心、本音を見せないようにしていたんだっていう方も多かったんじゃないかなと思うんですね。今その流れが止まっていたところ、止めていたところを流す作業がこれからもたらされます。動いてみようかな、優しさを素直に受け取ってみたいなとか、誰かと愛を分かち合っていきたいなって、そんな思いが強くなっていきます。ここのハートチャクラの部分のブロックが解除されていくからです。コミュニケーションが円滑になる、周りの方や好きなお相手から優しさを受け取る時っていうのが入ってきますね。積極的なアプローチを受けるっていう方もいると思います。これが周りからもたらされるミラクルです。愛情ですね。ハートチャクラはまさに愛情、優しさっていうところなので、これを受け取ることによって自分自身のモヤモヤから抜け出す一つのきっかけになっていくでしょう。では
こちらですね、あなたの宿命です。こちらですね、あなたの宿命としてこの3枚を出しています。今現在自分自身で抱えている課題のようなものですね。ここなんですが、あなたはここピッタのカードが入っているので、火のエネルギーの方なんですね。火のエネルギーの体質です。燃え上がる情熱、活力、バイタリティ、このようなものが備わっているんですが、ね、これが時々強まってしまったりとか、火のエネルギーを使いすぎていてすっからかんになってしまっているような時も時々訪れるんですね。その時々訪れているのが今現在の状況なのかなと思うんです。火のエネルギーがすっからかんになってしまっている時っていうのは、焦ってしまったり感情的になりやすくなってしまいます。逆に火のエネルギーが溢れかえっていてうまく整理できていない時っていうのは、目の先の物事だけにとらわれやすくて、そこから生まれてくるモヤモヤとか葛藤とか、そこにだけ集中しやすくなってしまう。なんか一つのことに執着しやすくなってしまったりとか、頑固になっちゃったりとかですね。あとこうなんかこう焦燥感に駆られたりとか、余計不安になっちゃったりとか、気持ちが落ち着かなくなっちゃうんですね。で、逆に勇気が持てなくなって動けなくなっていくっていうようなところがあるんです。これがうまく働いていない時ですね。これをうまく働かせていくために、じゃあどうすればいいのっていうところなんですよね。これを見ていくと、まず目の前のことにとらわれずに、まずは流れに身を任せてみよう、リラックスしてねっていうような、水のエネルギーを取り込んでいきましょうっていうのがあります。燃える気持ちだけではなくて、冷静さ、水、流れに身を任せるっていうこと。どうなるかわからないけど、確証がないから動けないではなくて、まずは流れに乗ってみようって、ゆっくりと時間を過ごしてみる、ただただ一日流れるように過ごしてみるっていうこともいいし、せわしなく動いている方もいるかもしれない。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、こうしなきゃ、こうしなきゃっていうところで、なんかいろんな予定をいっぱい組んでいる方もいるかもしれないんだけど、落ち着いて、落ち着いてっていうふうにね、言っています。リラックスしてって。あなたの本当の心を満たしてくれるのは、やはり物じゃなくて気持ちなんじゃないかなって、感情なんじゃないかなっていうのが出てきています。今満たされていないものってたくさんあるんです。正直たくさんあります。今のあなたを満たしていないもの、人からの愛情とか優しさ、思いやりも受け取れていないっていう風に感じているし、自分がまず自分自身を愛していない、愛せないっていうところが出ています。自信がない、持てないとか、今の状況を打破する力が自分にはないんじゃないかとか、環境自体が厳しいとかね。だから厳しい中、自分自身がその厳しさの中にね、飛び込んでいく勇気がないから、あえて安全な場所で動かないよっていう風に出てきてるんですが、まずそこが変わっていくので、あなた自身の宿命はそれをきっちりと受け取ることです。自分自身を許してあげることもそう。いいんだよ、手抜いてもとか、なんか手を抜くってどうなのっていう風に思う方もいるかもしれないけど、逆にあなたって頑張りすぎちゃうから、火のエネルギー強くてね、頑張りすぎちゃうから、リラックスすることを学ぶことが課題なのかなと思うんです。何リラックスすることとかって、何って思うかもしれないけど、具合悪い時だけ休めばいいんじゃないのとかじゃなくて、あえて意識的に何もしない時間を作るとか、何かをしていないと落ち着かないんですよね。例えば好きなお相手が今何をしているかっていうのを常に把握しておいた方が安心できるとか、好きな人から返信があるとすごく気持ちが楽になるとか、あと自分には身の回りにたくさんいろんなものに囲まれていた方が安心するとか、仲間や友達に囲まれていて一人ぼっちにならない自分が安心するとか、そういうところがあると思います。予定が何もないよりも、休みの日は予定たくさん詰め込みたいタイプとか、連絡しちゃいたいタイプとかね、相手からの連絡もすごく嬉しいし、自分からも行っちゃうとか、そういうところもある。活動的なんですよね。動いていた方が楽なんですよ。止まっちゃうと不安になっちゃうの、見えなくなっちゃうから。でも今のあなたは見えない方が実は楽なんじゃないかっていうふうに思い始めてるし、
見えない、いつまで経っても見えないし分かんないから、それに対して自分自身に不安、自分自身に自信持てなくなっちゃうしっていうところで、いろんなところで空回りしているような、そんな状況や環境、自分の気持ちっていうのが出てきています。不安っていうのがいっぱい出てくるかな。だからあえて自分の本心っていうところを見ないっていうところがあるんですけど、今の課題としてはリラックスすることで、あ、なんかね、動きすぎていたんだっていうことに気がつくよっていうふうに言われています。そしてあなたが一生懸命動かなくても、あなたに寄り添ってくれる人がいるから、そこにまず気がつこうっていうこと、自分一人で何とかしなきゃっていうふうに思いすぎる必要ないよって出てるんですよね。火のエネルギーと水のエネルギーが両方揃って、これ陰陽のバランスだったりとか表裏一体って言われてる通り、裏も表もどっちもあって一つの世界なんだよっていうことなんです。太陽があって月があって、これで一つ世界が成り立ってるのと同じように、あなただけのエネルギーではなくて、もう一人ここに大事な存在がいると思うんです。このエネルギーとあなたがうまく調和していくことで一つ完成するんですね。何が完成するのって言ったら、あなたの不安、モヤモヤっていうところが晴れていくことです。まずこれが一番最初に解決することかな。何がモヤモヤしていたのか、どこに原因があったのかっていうことに気がつくのかもしれないし、もうすでにそれに気がついているよって人は、どうやったらそれを晴らしていくことができるのかなっていうことに気づきを得られるのかもしれない。今まですごく苦しかったなっていうふうに感じます。これを見ていると、いろんなね、苦しさっていうのが伝わってきます。心の状態だけではなくて、環境が苦しかった、周りに愛してもらえなかったとか、なんかこういじめっていうわけじゃないんだけど、仲間外れのようなね、そんななんかこう対人関係に対しても苦しい思いしていたとか、パートナーシップを結ぶことに不安を感じていたとか、またはもうすでに交際していてパートナーであるそのお相手の気持ちが見えないとか、絆を感じられないとか、そんな方もいたと思う。なんかね、すごくいろんなところから不安なエネルギーっていうのが伝わってくるんです。自分自身だけじゃなくて、自分と周りとのつながりとか環境とかね、あとその物質的な面でもそうなので、お金が苦しかったんだよねって、経済的に生活するのが大変だったんだっていうのも伝わってくるので、いろんなものから自分の身を守りたい、自分の安全第一にしたいっていう思いがね、いつの間にか大きくなっているような、これは自分を守りたい、自己防衛したいっていうところが強くなっていってるのかなっていうのが入ってきてるんです。自分を守りたいと思うがあまりに、本当の自分がどうしたいのかっていうところに目を向けていられなくなっちゃった、目を背けていくようになってしまったんじゃないかなっていうのが出てくるので、今周りからの愛情を感じてください。優しさをしっかりとキャッチしてください。どうやったらキャッチできるかって言ったら、先ほどもお伝えした通り、あなたがもたらす、あなたが起こしていくミラクルっていうところに注目してください。まずは自分で動かしていきましょう。2番をお選びいただいた方は、誰かからの動き、流れ、状況が変わることをきっかけに、あなた自身が自分で動いてみようって思うのかもしれない。どっちが先にやってくるかわからないんですけど、まず流れ、周りからの、ね、流れがまず大きく変わっていきます。今まで止まっていたようなことが前進していくような流れになっていくので、それに伴って自分自身で起こしていこう、自分の中で革命を起こそうっていう気持ちが高まっていくのかもしれない。こっちが先かもしれないですね。周りからの愛情に気がつくとか、本当は優しくしてもらってたってことにね、気がつくのかもしれない。ここですね。そして宿命、課題、そして自分が起こすミラクルってところを見ていって、最後にアドバイスカードです。やっぱりね、このモヤモヤのカードが出てきていますよね。雲のカードです。自分自身のモヤモヤを晴らしていくんです。そしてこちらですね、これでもチャクラのカードで、クラウンチャクラが現れました。あなたの、そうですね、頭頂部の部分から高次元の世界とつながる部分のチャクラって言われている第7チャクラですね。今ここにブロックがかかっている状態なんです。だから自分自身を認めてあげづらかったりとか、受け取ることができていないんです。ブロックですね。
少しスピリチュアル的な言い方になってしまうんですが、天からの恩恵を自分自身がブロックしてしまってるんです。だから周りからの優しさをブロックしてしまったりとか、外部から流れ込んでくるものを受け取らないよっていう風にあなた自身が心にガードしちゃってるから、まずこのガードを外してくださいねっていう風に言われてるんですね。それは目に見えないところのエネルギーが特に大きく働いていますよっていう風に伝わってきます。目に見えないものって何っていうと、物質面ではなくて、ここですね、精神的なものとか感情的なもの、心、気持ち、愛情っていうところですね。これをいつの間にかあなたは目に見えるところとして測っていたところがあったのかもしれない。目に見えるものだけを信じる。例えばプレゼントの高価なものとかね、安価なものとかで愛情の良し悪しを決めていたりとか、プレゼントだけじゃなくてかけてもらう言葉の一つ一つだったりとか、出かけた先とかね、愛情が形となって現れないと不安っていうところがあったんじゃないかなと思うんですね。そうじゃなくて、目に見えないところを信じていくように、あなた自身の思考、心、魂ってところのブロックを外していきましょうねっていうようなアドバイスが入っています。なので天からの恩恵を受け取っていけるように、あなた自身の環境を整えることをまず始めてみてください。いろんなモヤモヤとかもあります。確かに不安、イライラ、焦りとかもあるんだけど、今それは余計なことなんですよっていうメッセージなんですね。余計なことを考えずに、あなたのこのチャクラのブロックを解除してくださいっていう風に現れています。そしてデスのカードです。デスのカードも終わりと始まりを告げるカードなので、ここね、一つ切り替わり、転換期っていうのがやってきます。モヤモヤから抜け出すっていうことですね。混沌とした世界からはっきりと何かを終わらせて、何かを始めていくっていうことです。終わらせることっていうのは、周りからのもたらされるエネルギーを受け取らないよっていうふうに決めてる自分に終わりを告げる。今度からは周りからのエネルギーを受け取っていくよっていうような、オープンな姿勢でいることっていうふうに切り替えていくようになるでしょう。こうたくさん見ていくと、すごく深いなっていうメッセージがたくさん現れてるんですが、あなたが本当は望んでいることなんじゃないかなとも思うんですね。ただ自分自身がブロックを今かけている状態なので、これを外していくと、どうやって外せばいいのかって言ったら、考えすぎていることを考えなくする、リラックスするとか、さっきも言ってましたよね。どうやってリラックスしたらいいかわからないっていう方も多いんじゃないかなと思うんです。誰かに甘えるのが苦手とか、相談する人がいないとか、相談する人がいないんじゃなくて、あなたが自分でそういうふうに思っているからだよっていうふうにカードは言ってるんです。相談する人がいないんだったら作りましょうっていうマジシャンのカードも出てるんですよね。大丈夫、やっていけるよっていうふうに言われてるんです。あなたが自分の中で、いやダメなんじゃないかっていうふうに思ってるだけで、これをダメなんだっていうところから抜け出して、あ、自分で作ればいいんだそういう場所って、もしくは新しく出会って信頼できる人を見つければいいんだっていうところにスイッチを切り替えていくと変わるんだよってことを教えてきてくれてるんですね。まず思考の変化です。これが一番アドバイスとして入ってるかなと思います。そうするとモヤモヤが消えていくと思いますね。これが5月に迎えるあなたのミラクルです。自分でバッサリと切り替えようっていう風に行動に起こせるから、自分自身に打ち勝っていくことができるから大丈夫。そして周りからの愛情を受け取って、なんかね、全く違う自分になったんじゃないかって思えるような、1ヶ月になるんじゃないかなと思います。今はすごく不安定っていうのが入ってるんですけど、ミラクルを起こした後とかアドバイスっていうのは全然変わるんだよっていう風に入ってるんですよね。物事があなたが自分でそうブロックしてるだけであって、ブロック解除すると新しいものどんどん流れ込んでいって、自分も変わっていきたいって思えるようになるよっていう風に言われています。ではでは、もう少しアドバイスをもらっていきましょう。デイリーリチュアルオラクルより、じゃあどういうことすれば、実際どういうことを日々の生活に取り込んでいけばいいのかなっていうところと、あとはラッキーカラーももらっていきましょう。メッセージももらっていきますね。何をしていけばいいのか、
1枚マジックのカードですね。自分を信じてください。あなたには特別な才能があるっていう風に自分で自分を自負しましょう。両手に魔法の光を放っていますよね。大丈夫、あなたの、できることってすごくたくさんあるんですよ。できないようにしてるのは自分自身です。確かに周りの環境も苦しい、だから自分の力魅力が発揮できないっていう風に思ってる方もいる。それは間違っていない、合ってる。周りの状況も厳しい、厳しいから動けないではなくて、厳しいからじゃあどうやって変えていくっていうところにシフトチェンジしていこう。そういう風にチェンジしていく力持ってるよって、あなたにはミラクル奇跡を起こす力があるんだよって、人一倍あるよって。人は普通の人はね、片方の手しか魔法を出すことができないんですよ。でもあなたは両方の手から魔法を出すことができるから、2つのことを同時にこなすことができる器用な方とか多彩な方なんですよね。やろうと思ったらできるんです。あとはこの魔法を使うか使わないか、能力はあるんだけど使うか使わないかって結局は自分の意思じゃないですか。意思というかきっかけももちろん必要ですよ。例えて言うんだったら、ハリーポッターのように能力を持っているんだけれども、でも今までずっと魔法っぽいの使えるなとかね、蛇と話できるなっていう風にうすうすこう思いながら生きてきた幼少期のハリー・ポッター。それから努力もしていますよね。彼は努力もして魔法学校に入って練習して勉強して使えるようになって、周りとの助け協力もし合ってきながら自分の能力っていうのを最大限に発揮していくようになっていくんですよね。うまくコントロールして使えるようになっていく。だから潜在能力っていうのはあなたはあるんですよね。あとはどんな風に使っていくのかっていうのはあなた次第だよっていう風にカードが教えてきてくれています。そして日々の生活にじゃあどういうことを取り入れていけばいいのって言ったら、マジック奇跡のカードだから、小さなことでもいいからミラクル、願いでもいいですよ。こうなったらいいなとか、例えばハリーで言ったら閉じ込められている家から抜けて自分は魔法学校に行きたいなとか、そういう願いをまず書き出していってもいいです。こうなりたいなとか、ああいうことしたいなっていうことを、こんなこと起きたらいいなってことを書いていって、あとはその後にね、こんな嬉しいことが周りの人から言われたよ、こういうことあったよってこととか、あとモヤモヤしてることが少しずつクリアになったっていうこととかを書いていく。つまり日記を書くってことですね。願い事ノートみたいな感じで願い事を書いていったり、その日起きた嬉しいことを書いていったりとか、だんだんとこうなったらいいなっていうことから、こうしたいっていうこと、そしてこういうことできた、実際に行動に起こしたよっていうこと、それらを段階を踏んで書いていくっていうことがいいんじゃないかなというふうに思います。やがて自分自身でちゃんと自分の中で決着つけたいって思うことが出てくるので、それも要所要所メモ書きしておくとか、あとは環境づくり、受け取りやすいように落ち着いた時間を持ちましょうっていうことだから、リラックスした時間ってどうやったら持てるかなっていうことを箇条書きして書いて実践してみるっていうこともおすすめです。ぜひ取り入れてみてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらですね。このカードからメッセージをもらっていきましょう。息を吸うで、ね、テイクアブレスっていうカードです。今過剰に働いていることにまず気がついてください。何が過剰に働いているでしょうか？不安な気持ち、それとも自信のないこと、イライラすること、誰かに何かを求めている、自分自身にブロックしている、どこでしょうか？何が働きすぎているのか、もしかしたら忙しくてゆっくりできていない自分自身なのかもしれないしね。まずそこに気がつきましょう。何かをやりすぎている、何かにエネルギーを使いすぎているのかもしれません。だから深呼吸をしてスピードを落としましょう。急がなきゃ急がなきゃとか、そういう気持ちが高ぶっていたのかもしれない。あえてここはスピードを落として、物事をより適切なペースで進めていけるようにしていきましょう。はい、というそのようなメッセージが入っています。過剰に働いているエネルギーをペースを落としてね、リラックスしていきましょうというメッセージでした。今回は5月訪れるミラクルというのをテーマにリーディングしています。この2024年の5月というのは奇跡に近いようなことが
次々と訪れるような予感がしたので、今回このテーマを取り上げさせていただきました。もちろんこの5月を過ぎてからこの動画見ましたよっていう方でも、今これを見た瞬間から1ヶ月以内に訪れる出来事として捉えてください。その時のあなたに必要だったんだっていう風にね、捉えていただけるといいんじゃないかなと思います。そして申し訳ありません、こちらのオラクルカードからラッキーカラーとメッセージもらっていきます。そして今回ハートチャクラとクラウンチャクラがここに出てきていたので、ハートチャクラは緑、そしてクラウンチャクラは紫です。でハートはね、緑の他にピンクもいいんですけど、このカードははっきりと緑というふうに言ってるので、緑と紫も取り入れてください。そしてもう一枚こちらからラッキーカラーをもらっていきます。アクアマリン、純粋な思いです。アクアマリン、これね、そうですね、白でいいと思います。白で取っていきましょう。で白だとこの紫、第7チャクラのさらに上の方になっていくと紫から白に変わっていくんですね。だからやはりよほどここの、高次元の世界というか、目に見えない世界のこのブロックがかなり自分の中であなたの無意識に行われていると思います。変化したくないとか、受け取らないっていう風に無意識でね、無意識でブロックしているところがあるんじゃないかなと感じます。そしてこちらのアクアマリンのキーワードは、そうですね、永遠の若さ、幸福、優しさ、幸せな結婚、絆を深めるというワードがあります。純粋な思い、このカードはあなたの中の純粋な思いや真実を語れるようにサポートしています。さまざまな思い込みや感情も愛で包み込み、自分自身を慈しむことの大切さに気づけるようになるでしょう。純粋さこそがきらめく愛をあなたの人生にもたらします。他人に合わせてばかりいると自分らしさを見失ってしまいます。無理に周りに馴染もうとしなくてもいいのです。乗り気じゃない誘いや頼まれ事も時には断りましょう。自分の好きなことのために時間を使う、純粋な自分の思いを受け入れたその瞬間に、あなた自身が自分らしく輝いて周りと喜びを分かち合える関係性が作り上げられていきます。自分自身の純粋な思いを表現していきましょう。そんなメッセージをお受け取りください。はい、そしてもう一枚オラクルオブザセブンエナジーより、あなたが自分で起こしたミラクル、そしてこれから訪れること、すべて合わせてあなたが総合的に受け取るものって何なのか、これももらっていきましょう。でこのラッキーカラーの白、紫、緑っていう3色あるんですけど、3色受け取ってください。ディープブレス、深呼吸のカードです。こちらも一緒ですよね。テイクアブレス、息を吸うっていうカードと、なんかね、こう息、呼吸っていうのが出てきてるな、すごいですね、リンクしてるなと思いました。呼吸ですね、リラックスしてください。呼吸法ですね、息を吸って吐いてっていうのを繰り返して、深く深く息を吸い込んで吐いてっていうのを繰り返してねっていうカードです。あなたが最終的に受け取るミラクルとして、これね、こう工事の世界とつながっていくように感じました。白、まず心が落ち着いてリラックスした状態でいられるようになります。今モヤモヤしていますよね。このようにモヤモヤしたりとか、見えてこなかったとか、そんな状態からもう少しクリアになっていって、真実を見ても受け止められるような余裕や勇気を持てるようになるとか、あとは無理して深追いしなくてもいいんだとか、磨きすぎなくてもいいんだ、これぐらいでいいんだって許してあげられるような、ちょうど良い加減が見つかるっていうことも言われてるかな。優しさににじみあふれていくような、落ち着いているようなことっていうのが今感じるので、だいぶこのモヤモヤした状態からこの穏やかな表情になっているのかなっていうふうに感じました。ブロックを外してくださいねっていうことと、じゃあどうしたらっ
ってこういうことをしていて受け取っていったら最終的にあなたには何が訪れるのって言ったら神聖で穏やかな空気っていうのが入ってくるんですね。でここも息を吸うだし、ここも深呼吸だし、呼吸っていうのがかなり関わってきます。なので気管支だったりとか喉のあたりのケアっていうのはやっておいてくださいね。何かこう健康面で言ったらそのあたりとか、あとは頭痛がするとか不眠とかそういうことも入ってくるかなと思うので、このあたりのケアもやってみていいと思います。または解消されると思いますね。最終的にこれだいぶ穏やかに過ごせていけると思います。ほら、頭の上にお花が咲いてるじゃないですか。もやもやっていうところがねなくなってキラキラしてるんですよね。最終的にこのようにキラキラっていうところになっていくんじゃないかなと思うんですね。はい、ここがもう今の状態とかをすごく表してるんじゃないかなと思いました。ぜひこちらも参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは5月のミラクル、あなたが持っている特別な才能、そしてこれから起こるミラクルについてカードからのメッセージをお伝えしていきます。よろしくお願いします。今回はホース州というスピレット展開を使っていくんですが、オラクルカード、タロットカード、ルノルマンカードを使って組み合わせて見ていきます。なのでカードをたくさん使うので画面が少しカードでいっぱいになってしまうかもしれないんですが、ご了承ください。まずは今現在のあなたのテーマとして1枚オラクルオブザセブンエナジーからもらっていきます。もらっていきましょう。こちらのカードですね。すごい綺麗なカードです。テーマは実を結ぶ、実のなる木、自分の今までの成果を実らせたい、もうすでに実ったよっていう方もいるかもしれません。美しいカードですね。そしてあとは今から展開していきます。今現在のあなたのコンディション、そして自分自身が起こして掴み取っていくミラクル、そして周りからもたらされるミラクルやあなたの宿命、そしてアドバイスカード笑っていきます。それではこちらのオラクルカードにプラスタロットカードを加えて見ていきます。そしてルノルマンカードも合わせて見ていきます。ではルノルマンカードももらっていきます。
からは連続で笑っていきます。はい、では見ていきましょう。形を整えながら見ていきます。まずはコンディションっていうところですね、見ていきます。混ざらないようにまとめていきましょう。まずコンディションはこちらですね、ここで見ていきます。今の現在のあなたの持っている運気っていうところで、流れている運気ねっていうところで見ていきます。まず目覚めっていうのが出てきていますね。覚醒を表すカードが入っています。これまでの立場や役割をあなたは手放して、自分の本当の力、真の力を発揮する時が今やってきている。そして本当の自分になることで得られる心からの安らぎを得ることができる。諦める必要はない。仮にあなたが今モヤモヤしていて、先行き不安だとか、うまく伝わらないっていうふうに思っている方がいたとしたら、諦める必要はないというカードからのメッセージが入ってきています。ただそうですね、なんかこうモヤモヤしているというよりは、モヤモヤを晴らすためにもうすでに自分の中で掴み取ったんだとか動いたんだっていう方の方が多いのかなと思うんですね。テーマのところでもあなたのところに実りのカードが入ってるので、とても幸せなこと、嬉しいことへ向けて自分が取り組んだんだとか行動に起こしたんだっていうのが入ってきているかなと思います。周りと分かち合う気持ちだったり、協力し合う姿勢とかコミュニケーションっていうのもうまくできている状態だし、そして何よりもここスロートチャクラが入ってきています。喉の部分を表す第五チャクラです。これはコミュニケーションを表す部分でもあり、あなたの言葉や伝える力っていうところを表しているチャクラです。伝える、表現する、真実を語っていくっていうカードなんですね。あなたが自分で自分の言葉を使って語っていく、表現していくっていう現在のコンディションなのかな。それによって自分の本当の真の自分とはっていうところに気づいたとか、うん、迷いから抜けてはっきりと自分の道はこうだっていうふうに思ったとか、そういうような状態っていうのが出てきています。自分一人では乗り越える力はもちろんあるんだけど、きっかけをくれたのが周りの人の存在とかっていうのも入ってくるんですね。誰かのために何かをしたい、愛情を尽くしたいとか、そうですね、誰かと一緒に過ごす時間がとても楽しい、その中で見つけた本当の自分っていうのを感じます。今結果が一つ出たとか、それは例えば試験に合格したとか、あとは自分の人生において一つの節目を迎えた、転機を迎えたっていう方もまさにいると思います。実りのカードが出てるから、目標が一つ達成されたとか、自分のゴール、目標としているものに対して近づくことができた。例えば好きな人と付き合いたい、片思いの人と両思いになりたいっていう目標に対して一歩近づいた、前進したとか、そのようなことも入ってきています。ゆっくりと休む時間も持てているし、誰かと一緒にいることが楽しい。その誰かっていうのは好きな人だったり友達だったり家族っていうのが入ってきますね。チームでいることの喜びを知っている、そんなあなたの今の現在のコンディションっていうのが入ってきます。とてもいいと思いますね。誰かに流されることもなく、今自分のことをちゃんと伝えることができる、自分の気持ちを表現していけてるとか、周りとうまくバランス取ってやっていってる。だからわがままばかり言うんじゃなくて、通すところは通すんだけど、聞くところを聞いて調和取りながらやってるよっていうのが入ってくるし、何を一番大事にしてるかっていうのは、周りと協力して物事を成し遂げることだったり、仕事と愛情、恋愛、家族、どれも大事っていう風に入ってきますね。分かち合う気持ちっていうのも楽しいし、仕事も好きだけど遊ぶ時の自分も好きっていう風にね、どんな時も自分っていうのが好きっていうのが入ってきます。自分に自信がないとか、周りとうまくコミュニケーションが取れないとかっていうのはあまり感じなくて、
自分一人では成し遂げられなかったことが誰かがいたから、この人がいたからとか、この人のおかげで乗り越えることができたとか、周りに感謝する気持ちっていうのも今持てている状態ですごくよくね循環してるんじゃないかなって思います。そして自分にとって嬉しい出来事が最近あったんじゃないかなっていうのも感じますね。目覚めのカードが入ってるから、はっきりと何かを自分から提示した、示した、自分ってこうなんですよって、こう思ってるんだよってことを誰かに伝えたっていう方もいるかもしれない。自分自身の生活に大きな変化を自分でもたらしたっていうね、そんな方もいると思います。今まで揉めていたことに対して一つ結果が出たとか、結果決着がついたっていう方もいると思う。今はこう落ち着いて物事を見ていられるとか、ゆっくりした時間を過ごせてるとか、で仕事もしながら遊んでゆっくりしてとか、うまくバランス取れてるような、そんな感じもします。ただスロートチャクラが出ているので、うまくコミュニケーションが取れているとは思うんですけど、中にはなかなか本音で言えないとか、変えたいけど変えることができないとか、実らせたいことがあるんだけどうまく引っかかって言葉にならないっていう方がいるかもしれない。言葉っていうところですね、コミュニケーションや言葉、中にはっていう方かな、一部の方ではいるかもしれないですね。言いたいことがうまく言えない、これすごく重要なことで、これを言わなきゃ始まらないっていうことがうまく言えていない、そんな方も中にはいるかもしれないなと思いました。おおむねうまく進んでいらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。では続けていきます。あなたが自分から起こして掴み取るミラクルについて見ていきましょう。それはこちらのカードと、あとここですね、ここで読み取っていきます。ワンドの7番とソードのエース、山、コウノトリ出てきています。乗り越えていく力っていうのがあります。あなたが自分で動いて掴み取るんだっていう意思、行動力、勇気っていうのが備わっているので、今自分で起こすことね、自分で行動に起こして掴み取りたいものっていうのが明確に出ているし、ビジョンに現れているし、これを絶対掴み取りたいとか叶えたいんだってことがはっきりしてると思います。もやもやしてることがあるんだったら抜け出してちゃんと答えを欲しい、出したいとか、あと自分が設定してる目標に対して諦めず取り組んでいく姿勢が出てきています。飛び立っていくようなイメージが入ってくるから、場所が移動する、引っ越し、移動、転勤とか、環境を変えるっていう方も多いかもしれない。もう決めたんだって、自分で新しい環境でやっていくって決めたとかね、あと、対人関係の、見直しをかけることによって新しい環境に自分の身を置くっていう方もいるかもしれない。自分にとって心地いい人間関係だけ、この中だけでやっていこうって、そして自分にとって嫌だなとか遠慮したいなって思う人たちとのこのご縁は今はこうちょっとね話しておいて、自分にとって大切な仲間とだけ過ごしたいっていうような思いも強いし、そういうふうに働いていくと思います。行動力、エネルギッシュ、情熱的なカードが入ってきていますし、あなたが大胆に動けるとき、動いて輝きをつかもうとするときっていうのが入ってくるから、夢、目標に向かって今まさにこれから動いて自分でつかみ取っていくんだよっていう方がすごく強い。誰かから何かもたらされる期待、ミラクル、奇跡っていうところを待つんじゃなくて、もう自分から動くんだっていうところが強いですね。逆境に立ち向かう力もものすごくあります。諦めない、粘り強いっていうところがあるので、自分の持てるものを持って全てを出し尽くしてでも今掴みたいものがあるんじゃないかな、実らせたいものがあるんじゃないかなっていうふうに感じます。ただこうエネルギーに溢れていて、もう頑張るぞっていうだけじゃなくて、周りとの調和っていうのもうまくできているので、本当にいいバランスなんじゃないかなと思います。そして先ほどお伝えした通り、中にはもやもやしたことを口に出せないとか、本当のことを、本当の願いをね、自分で今表現することができないっていう方は、そこから切り替えて自分で言わなきゃ始まらないよなって思っていたことを実際に行動に移す、そのことによってあなたがミラクルをつかみ取るっていうふうに言われています。いや、逆境に強い力を持ってらっしゃるなと思いました。あと
軽やかですよね。ピンチだなって思った時にじっと耐えるだけで過ぎ去っていくわけじゃないなって判断したら即飛び立って違うところへ行くとか切り替えていくっていうような力があるから臨機応変に対応していけるんです。嵐が過ぎ去るのを待つだけじゃなくて、じゃあ場所を変えて身の安全を確保しようっていう風にね、機転が効いたりとかすると思うので、だいぶ器用な方だし粘り強い方です。周りとの関係性というのもきっちりと把握してらっしゃると思いますね。すごく素晴らしいんじゃないかなという風に見ました。では周りからもたらされるミラクルっていうのはどういうものがあるのかなっていうところでもらっていきましょう。周りからもたらされるミラクルはこちらになります。このカードからもらっていきますね。まずクラウンチャクラを表しているカードが出てきています。自分自身のところの現状ではスロートジャチャクラ、第5チャクラ、こっちが第7チャクラで、自分の頭頂部の部分と目に見えない世界をつなぐ部分のチャクラと言われているところ、つまりは誰かから何かをもたらされるというよりは天からの恩恵を受け取るっていう風に捉えてください。メッセージが伝わってくるんだと思います。届けられると思いますね。不思議な夢を見るとか、気になるワードがあってそれを何度も目にするとか、同じ数字を目にするとか、何かしら目に見えない世界からのメッセージが伝わってくる。これが周りからもたらされるあなたのミラクルですね。これが奇跡なんですよ。受け取ることによって何がどう変わるのかって言ったら、自分の気持ちがまず芽生えてくるものがあるよっていう風に言われてるんですね。新しいことをやってみたいっていうような感情になったりとか、ワクワクする気持ち、楽しい気持ちで満たされるとか、気持ちを満たしたい、満たしてあげたい、満たされたい気持ちだったものが満たされるとか、そういうことが伝わってきます。まずメッセージが伝わってくるので、ビビビッときたメッセージですね。ラジオから流れてくる音楽かもしれないし、動画から聞こえてくるメッセージかもしれない、雑誌、小説などから伝わってくる文字かもしれません。何かしらあなたに届けられるメッセージというものがあるので、それを受け取った瞬間に心が躍り出すような出来事が訪れます。インスピレーションだと思いますね。この天からの恩恵っていうのは、天の声っていうのはインスピレーションです。なんかこれやってみたいと思ったとか、始めてみたいって思ったっていうことが出てきます。それを使っていきながら自分で物事を動かしていくんじゃないかなと思うんですね。あなたが動いたから天からのメッセージが受け取るのではなくて、このメッセージが多分先だと思います。天の声を聞くことによってますます活発的に動いてみようとか、目標に向かって即断即決ですね。即決めて即動いていこう、早くやっていこうとか、取り組んでいく力はあるから、もう本当に思い立ったら即動こうっていうふうに思うんじゃないかなと思います。そうですね、学びっていうのが入ってきています。あなたの夢、目標に関わることかもしれません。お仕事の目標だと思います。もしくは恋愛で見ていますって方ももちろん可能性があります。カップのエースが入っているので、ここは、愛情、恋愛の始まりとかっていうのも表しています。良い出会いがあるとか、導かれて赴いていったら出会いがあったとか、そういうことかもしれないし、ブックのカードだから気持ちが心躍るようなことなんですよね。あなたの興味が惹かれることっていうのがメッセージとして入ってくるんです。ある日突然ふっと湧いてきて、インスピレーションがね湧いてきて、新しくこれやってみたい、始めてみたいっていう風に、なぜか理由がわからないけどいきなり突然やってみたくて立ち上がっていくっていうような流れになると思います。これ5月に起こるミラクルなので、今月中に受け取るんじゃないかなと思います。そして今この動画を5月じゃなくて過ぎちゃった、こんな時期だけど見ちゃったっていう方は、それが今タイミングとして捉えてください。これを見たタイミングから1ヶ月以内として捉えてください。そしてこちらが、そうですね、こちらですね、これがあなたの宿命です。宿命で見ていくとハートのカード、そう、これね、すごくメッセージ性の強いカードが入ってきています。ペンタクル、バックパッカーはナイトのカードなので、ペンタクル、ナイト、ハート、そして山のカードとして入っています。あなたの宿命として
優しさや思いやり、そして寛大な気持ちというのを周りの人に与えていくっていう宿命があるんですね。はい、あなたの持っているエネルギーを周りの方々に分け与えていくっていうところです。まさにあなたが今それをそこに幸福感を抱いているのと同じようなことを宿命として、同じようなことが入っています。周りと協調して分かち合う幸せ、喜び、協力し合って得られること、これらのこと、中にはお裾分けですね、ギフトのカードが入ってるから、贈り物をすることによって自分の気持ちをいろんな人にお裾分けすることが楽しいよっていう方ももちろんいると思います。このあなたの優しさや思いやる気持ちっていうところをそのまま宿命として、あなたがこれからも分け続けていくんですよっていうのが入ってきていますね。なぜだったら、あなたには有り余るほどの大きな優しさっていうのをあなたは持っているから、自分だけの独り占めにしようっていう気持ちだけじゃなくて、周りの人にそれを分け与えて、みんなで達成しようねとか、みんなで乗り越えて喜びを分かち合っていこうねって、そういう気持ちがあるからです。はい、ハートのカードですね。愛情、あなたの誠実な気持ち、優しい気持ち、これがみんなへ届けられていく、配る役目なんですね、あなたが。そしてスロートチャクラのカードも出ていた通り、真実を物語、そして不正から周りの方々を守る役目があなたのところに入ってきています。そして最後のアドバイスカードですね。これから掴み取ったミラクルや受け取ったミラクルをどうやって生かしていくのか、どうやって活性化させていけばいいのかって言ったら、レディーのカード、まさにあなた自身、あなたの真心ですっていうのが入ってきているのと、あとここですね、自分の輝きを周りの方々に配るっていうね、これも周りの方々っていうのが入ってきてるから、いかにあなたが周りの方々を気にかけてくれているのか、日頃からあなたが周りの方々を気配っているのかっていうのがよくよく伝わってくるなっていうふうに感じます。愛情を持って、好きな人だけじゃなくて友達、家族、チームメイトとかにもあなたはいつも思いやりの気持ちを持って接しています。そして十分なほどあなたは輝きを持っている存在だからこそ、自分の輝きを配ることができるんですよっていうふうに言われてるんですね。その今持っている姿勢を忘れずに、そのまま周りの方々に良い影響を与え続けてください、光を与え続けてくださいねっていうふうにメッセージが伝わっています。今のテーマとしても実りのカードですよね。この実り、たくさんの実りがあって、全部自分のものにしようじゃなくて、みんなで美味しくいただきましょうっていう、あなたの根本的に考えている気持ちや考え方っていうのをそのまま持っていて大丈夫っていうふうに言われています。そして、天の声っていうのも出てくると思うし、新しくやってみたい、始めてみたいと思うこともこの5月出てくると思うので、それに向かって取り組んでいくときです。取り組むとさらに大きなチャンス、ミラクルっていうのが訪れます。決められるし、諦めずに取り組んでいく力もあるし、エネルギーが高いんですね、全部のエネルギーが。そしてアドバイスカード、新しいところへ行く、高い次元、高次元の世界へ進んでいくっていうメッセージが入ってきています。今もすごくレベルの高いところへいるんですけど、また一つあなたのレベルが上がりますっていうふうに言われています。不思議なメッセージかもしれないって思うかもしれないんですけど、うまく波に乗っていけるからっていう風に、だからこのままのあなたで十分大丈夫、魅力的だから、自分に自信を持ったまま進んでくださいっていう風に言われています。で、流れがすごく良いですね。今だったら迷っていることにもすっきりと答えが出せるとき、動きやすいときでもあります。今まで動かなかったことがあるとか言えなかったことがあるっていう方は、ぜひこれを機会にこの1ヶ月以内に動いてみてください。実際にどういうことを生活に取り入れていけばいいのかっていうのを、デイリーリチュアルズオラクルより1枚もらっていきます。たとえ迷ったりとか諦めそうになった時がもし出てきた時は、自分の気持ちに従ってっていうふうに出てきてます。はい、ではデイリーリチャーズオラクルよりママのカードですね。はい、これは
うん、妊婦さんを表しているんですよね。新しい命を自分の体に宿していますよっていうことを表しているカードなんです。実際の生活に何を取り込んでいくのか、何を取り組んでいくのかというと、育むことですね。命の誕生、新しい命っていうところで、新しく物事を始めていくとか、新しい場所にあなたが新しい環境に身を置いたとしても、そこで育んでいく力があるので、また育んでいきましょうとか、癒しの存在でもあります。新しい誕生や育む、癒し、そしてサポート、これらのことを日常に取り入れてみてください。新しく何かを取り入れるとか、そうですね、誰かからいただいたものを大切に育んでいくとか、ご縁を大切に育んでいくこととか、大切だなって思うことを大切に思い続けること、あなたの体の中で、魂の中で練り上げていってくださいねっていうメッセージです。落ち着いて深呼吸して取り組んでいきましょう。あとはこちらのカードからラッキーカラーを出していきます。スロートチャクラとクラウンチャクラが出ているので、水色と紫色っていうのもラッキーカラーです。はい、1枚もらっていきます。あなたは偉大です。ラッキーカラーはブラックで取っていきましょう。黒です。このカードはキーワードは保護、浄化、冷静、愛情を表しています。このカードはあなたにどれほど素晴らしい価値があるかを思い出せるようにサポートしています。地位や肩書きといった外部から与えられるものだけがあなたの価値ではありません。毎日積み重ねてきたことにこそ偉大さがあるのです。それはあなたにとっては当たり前すぎることで、その価値に気づけていないのかもしれません。これまでの人生を振り返ってみてください。できなかったことではなく、できたことや手にしたものをノートに書き出してみるのもいいでしょう。または周りの人に聞いてみるのもいいでしょう。自分自身を褒めたたえ、新たな力としてください。過去の自分から大きなギフトを受け取ることができるでしょう。あなたの歩んできた道を自分自身が理解することで、新しい世界が開いていくのです。あなたの偉大さを知る時です。はい、黒もラッキーカラーとして取り入れてください。はい、では今あなたがこれから自分で行動して掴み取る奇跡、そして周りからもたらされる奇跡、これらを全部踏まえた上で、最終的にあなたが何を受け取るのか、オラクルカード1枚を使ってみていきましょう。あなたが誠実に働きかけていくんですよっていうのも入ってきています。動くっていうことができるし、育むっていうこともできる方なんです。はい、では1枚、何をあなたは、受け取るのか、最終的に、最終的にあなたが受け取るもの、周りの人とのつながりっていうことかもしれませんね。または自分の内面とつながっていくのかもしれないです。誰かとのつながり、または世界とのつながり、これらを深く感じるようになるでしょう。ここはもうずっと変わらずかなと思います。最初にカップの10やペンタクル3番が出ているので、協力し合うことや分かち合う喜びっていうのを何よりも大切に感じています。それは好きなお相手との結びつきをとても大事にしているっていう方もいると思うし、自分だけが愛されていればいいやとかではなくて、愛し愛されるような関係性をずっと常にあなたは求めているし、実際それを受け取ることもできるし、伝えていくこともできるんだっていうふうにカードがね出ているんですけど、最終的にこのままの流れであなたがより豊かになるっていうことが言われています。より深くつながりを感じられるようなことになるとか、あなたが最初から求めているもの、最初から自分がこうしたいと思っているものが、そのまま深いつながりとなって受け取ることができるよっていうふうに言われてますね。もうすでにここで実りのカードも出ていますし、自分にとっては誰かとつながること自体が
美しい身になるんじゃないかな、あなたの人生の中の一つの経験、二つ目の喜びとか三つ目のつながりとか、たくさんのものとして経験としてあなたの中には実りとして入ってくるんじゃないかなと思います。そしてその実りを自分一人だけのものにしようではなくて、みんなで一緒に味わおうねっていうところはずっと変わらずにいます。このままのあなたでいてください、そんなメッセージが伝わってきます。では最後にお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは引き寄せの法則というメッセージです。あなたには望むことを実行する力があります。だから自分を信じてください。あなたは高いレベルで自分自身を深く理解していますし、周りとのつながりですよね。やっぱりここも周りとのご縁やつながりっていうのもとても大切にしているからこそ、見つけ出すことのできる喜び、感じることのできる喜びがあります。それをあなたはこれから受け取ります。今までも受け取ってきました。でもこれからもっとさらにより豊かなものを受け取ることができるでしょう。はい、ね、引き寄せの法則、実りと引き寄せ、そして深く自分の内面とつながっていくことによって生まれてくるものが見つかります。今のままでいいよっていう風に感じましたので、何かをこうしなきゃとか、これがとかね、あれがとか、そういうあなたの不安っていうのがあまり見えなかったんですが、でも中にはね、うまく言えないんだよねっていう方もいると思う。そんな時ほどつながりっていうのを意識してみてください。あなたの大事な気持ちっていうのはちゃんとね、育まれていって伝わっていきます。伝える力っていうのをあなたは宿命として持ってますから、自分で伝えていくんですよね。あなたなりのやり方です。自分のペースで伝え続けていくんですね。どんな困難があってもめげないよっていうカードも入っていたので、逆境に強い力もあるんです。だからその自分の力を信じて、今うまくいっていないっていう方は乗り越えていってください。乗り越える力はありますからね。今決める時ですよ。今回は5月のミラクルというテーマで、2024年5月はいろいろなミラクルというか変化が起きそうだなというふうに自分自身感じたので、これをテーマにして今回取り上げていきました。あなたが持っている特別な才能、そしてこれから起こってくる奇跡というのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。5月のミラクルという新しいね、斬新なテーマで、5月今月起こることをテーマに見ていきました。あなたが自分から動いて掴み取る奇跡と、周りからもたらされる奇跡、両方見ていって、その結果どんなことが起きるのかなっていうのを合わせて見ていきました。そして今回はこちらのアドベンチャータロットから共通メッセージ3択でもらっていこうと思います。共通メッセージではなくて3択占いですね。申し訳ありません。3枚出していきますので、お好きなもの1枚お選びください。今回は5月のミラクルというテーマだったんですが、5月じゃなくても構いません。見た時がタイミングなので、この動画を見た時から1ヶ月以内に起こることとして捉えてください。そして今3択で出していくのが、今あなたがこういうことをやっていくといいよっていうメッセージですね。実際にどういうことを生活に取り入れていけばいいのか、リーディングの中でも行ったんですが、タロットからももらっていきます。はい、ここから3枚もらっていきましたので、左、真ん中、右でお好きなものをお選びください。では早速見ていきましょう。まず左をお選びいただいた方です。生活にどんなことを取り入れていけばいいのか、ワンドのナイトのカードですね。バックパッカーはナイトです。明るく情熱的に物事を動かしていく、自分の力で行動していきましょうっていうことです。アクションのカードですね。
立ち止まって動けていないとか、分かっているんだけど動けない、これをやればいいけどなかなかタイミングがっていう方は、ぜひとも積極的に動いて掴み取っていきましょう。今動くっていうことが生活に取り入れることなので、運動することでもいいですよ。スポーツすること、体を動かすことで思考がクリアになったりとか、体がすっきりするとかっていうこともありますから、特に自分で目標に向かって今順調に動いているっていう方は、ストレッチとかね、マッサージを取り入れてみたりとか、特にこれってものがないなっていう方は運動を取り入れるっていうことでもいいと思う。もうすでに目標があって、自分はこれに向かってやっていかなきゃって思ってるんだけど勇気がなくてとかっていう方は、前向きに考えて動いていきましょう。積極性が今大事かなっていうふうに出てきています。そしてあんまり重く考えすぎずにね、動いてみましょう。では真ん中をお選びいただいた方です。カップのガイド、ガイドというのはキングを表しているカードです。周りの方々を包み込むぐらいの優しさ、そして広い視野を持って、なんかね、こうバランス取っていきながらやっていきましょうっていう感じかなと思いますね。自分から動くとか受け取るとかじゃなくて、周りをよく見たら感じるものがあるんじゃないのかなっていうメッセージが伝わってきます。周りにね、あなたが思いやりを届けることも大切だし、受け取ることも大事だし、その両方が大事なんだっていうことを振り返ってみれば、気がつくことができるとか、改めて感じるとか、もうすでにあなたはできていると思うし、周りからの愛情も受け取っていると思うんですね。今視野が狭くなってるなってことに気がつくタイミングなのかもしれません。なかなかね、うまくいってないなっていう方はね、広い視野っていうのを今取り入れてみてください。あと思いやりですね。何か形にして届けていくのもいいと思います。日頃の感謝の気持ちですでもいいと思いますし、言葉をかけるとか連絡を取ってみるってことでもいいと思う。あなたの何気ない優しい言葉が誰かの心を溶かすのかもしれない。はい、ここですね。では次、右をお選びいただいた方です。ワンドの5番ですね。ワンドの5番っていうのは競争とか、あと戦いとかを表すカードなんですが、ね、でもこのカードの絵柄は一人だけですね。いつもだったらここに他にも人がいて争っている様子が描かれているんですけど、でもカードの意味としては同じです。ワンドの5番だから、精神統一っていうのもいいかなと思います。日常に取り入れることですね。そして今自分の身の回りがバタついている、争い事が絶えない、落ち着かない、バタバタしているっていう方は、それを今あなたがまとめる、仲裁していくのかなというふうに感じますね。まとめていく、エネルギーを一つにまとめる、あとは争いじゃないんだけどって、いろんな意見を交わし合って一つの物事を作り上げていくためにも議論するっていうのも、一つの手かなと思います。これがお仕事で入ってくるのか、恋愛で入ってくるのか、生活で入ってくるのかっていうところは人によって変わってくると思うんですけど、意見を交わし合いながらより良いものを作り上げていくとか、自分自身の中の葛藤をなくしてシンプル化させていくっていうのもいいかなと思います。よくわかんないやっていう方は、生活をシンプルにするっていうことをね、単純にもシンプルに考えるってこともいいと思いますよ。エネルギーが分散している状態だから、一本に絞るとかっていうことかなと思いますね。これもぜひ生活に取り入れてみてください。ということで、今回は3択プチ占いを行っていきました。今回は長い動画となってしまうと思うんですが、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次回もお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。